皆さんこんにちは、こうです。本日はですね、知る人ぞ知るバンクーバーの大人気カフェにやってきました。こちらはですね、バンクーバーのメトロタウン駅から歩いてだいたい10分ぐらいにあるカフェになります。結構ね、カフェ巡りをしている人は有名なお店になるんですけど、まずね、こんな感じでパン、食パン、クッキーなどが並んでいます。そしてね、この横にあるクロワッサン、めっちゃ美味しいです。ぜひ食べてください。あとね、ここブレンドコーヒーとかね、エスプレッソ、ラテなど結構たくさんの飲み物が用意されています。あとはなんといってもこのケーキですね。後でこのケーキたちも説明するんですけど、ケーキの他にもね、マカロンなど、またロールケーキもあります。僕、これまで3回ぐらい行ってきたんですけど、最初はこのチョコレートケーキを食べて、あとは抹茶ケーキを食べて、その後ね、アールグレイのロールケーキを食べました。これもめっちゃ美味しそうですよね。こちらは多分プリンだと思います。はい、これですね、アールグレイのロールケーキ、めっちゃ美味しかったです。カナダのバンクーバーにはね、たくさんカフェがあるんですけど、やっぱり多くのカフェがダウンタウンに集中しています。ただね、このカフェはダウンタウンから電車で15分ぐらい離れた場所にあるんですけど、それでも足を運んでね、多くの人が集まる穴場スポットになっています。そしてこちらはクッキーコーナーです。キャラメルクッキー、抹茶、モカ、ベリー、ホワイトチョコ、そしてブラウニークッキー、オートミールのクッキー、最後にアーモンドのクッキーまであります。そしてその横にはね、食パン、日本のようなね、形に似た食パンまで用意されています。そしてここはパンのね、コーナーになります。バナナブレッド、コーヒー、チョコチップ、抹茶、シナモン、クロワッサンなどがあります。そしてクリスマスに行った時にはね、このような可愛いクッキーもありました。このクロワッサン本当美味しいです。そしてここがケーキのコーナーになります。ブルーベリー、ショットケーキ、チョコレート、チーズケーキ、抹茶、そしてこの下にはロールケーキがあります。ストロベリー、抹茶、アールグレイ、ティラミスなどの種類があります。もちろんね、この上にはホールでね、ケーキがずらっと並んでいます。はい、これは僕が頼んだアールグレイのロールケーキです。そしてこれは違う日に行った時のチョコレートのケーキです。そして僕がこのアールグレイのロールケーキと一緒にいただいたのが、このマシュマロのラテですね。これアイスなんですけど、ホットにするとね、もっと美味しいらしいです。ぜひ試してみてください。またね、カフェの雰囲気もとても良くて、こうやって天井がね、あのガラス張りになってるね、ところとか、あとは壁がね、ガラスになっているので、結構日の光が入ってきていて、とてもおしゃれな空間になっています。この大きさの観葉植物があるカフェも珍しいですよね。最後にこの動画はね、クリスマスの時期に行った店内の様子です。クリスマスツリーがあったり、装飾がされていたり、とても素敵な雰囲気でした。皆さんもぜひ行ってみてください。